ました。己、神器を焼くとは、罰当たりの異教徒どもが八つ裂きにしてくれよ。今だ、門を閉め、騎士団を閉じ込めよ。弓兵、撃て。待ち伏せだ。今だ、クバド、頼む。ギルメス殿下に万が一があってはならぬ。どうか気をつけてくれ。クバードというのはお主か。はあ、霊節を守らんか。このお方はパルスの正当な国王である、ギルメス殿下です。国王というなら故障は殿下ではあるまい、陛下ではないのか。その口は聞き、よほど己に自信があるのか。波の働きでは許されぬと思え。異教徒などに敗れるとは。よくやってくれたクバール、今門を開けるぞ。先人がやられただと。俺が異教徒を葬ってくれるわ。弟子は随分張り切ってるみたいな。やれやれ、面倒みたいな。金仮面め、ディスカールドスキー、ボダン様の邪魔をするか。おっと、ヒルメス王子が狙われているな。守る義理はないが、サームの頼みだ。引っ張れ。ボダン様、申し訳ありません。クバード、見事な護佑よ。お主が味方にいれば心強い。神よ、お許しください。隊長が二人もやられるなんて。交代しろ。このまま引かせるものか。奴らを残らず撃ち、隊長殿を怒らせておびき出せ。ヒルメス殿下はカルツだな。頭ごなしに命令されるのはどうにも気に食わない。こら、逃げるな。奴らを食い止めろ。神のため、そしてボダン様のため、俺たちも共に戦うぞ。おお、援軍とはありがたい。みんな、体勢を立て直せ。何としても銀仮面を撃つ。申し上げます。北、南、中央に敵の援軍が到来。率いているのは弓兵長の模様です。隊長以外に用はないが、放置しては厄介なことになるやもしれない。クバード、お主の武勇を貸してくれ。あの銀仮面さえ倒せばいいのだ。さっさと行ってこい。ようやく隊長どものお出ましか。クバード、やつらを倒してこい。殿下もご一緒にいかがです。道中はこのクバードが守って差し上げますぞ。どこまでも無礼だ。貴様はさっさと行け。俺とザンデは殿下を守りつつ敵を引きつける。その隙にカッコ撃破を頼む。クバード、異教徒め、調子に乗り寄って。よくも仲間を。隊長がやられるなんて。いやだ、まだ死にたくねえよ。隊長を失って士気が下がったな。これで少しは楽ができるか。ボダン様に、これ異教徒なのに、なぜ。ボダン様、どうか。
俺たちの。さすがの活躍だな、クバード。おかげで味方の士気は上がる一方だ。お主ほどの者を再び野に放すのはもったいない。ノリ、このままヒルメス殿下に仕えてみぬか。まあ考えてはみるが、他人に仕えるのは正直なところ、飽きていたな。うわ、神よ、今見事に参ります。クバード、見事なご猶予。お主が味方にいれば心強い。全て片付いた。サーブへの義理も果たせたな。よくやってくれたな、クバード。戦力は削ったが、残りの奴らは城にこもったようだ。陥落したとは言えんが、いいのか。ああ、敵は持久戦に持ち込むつもりだろうが、こちらには策がある。サームから聞き及んではいたが、見事な働きであった。クバード、引き続き頼むぞ。その前にヒルメス殿下、一つお聞かせ願えますか。なんだ。あなたが王位を求めるのはいかなる理由ですか。俺は王国に安寧をもたらすために、奪われた玉座を取り戻す、それだけだ。奪われたのはルシタニアにですか、それとも…クバード、はあ、サームよ、悪いが俺は行くぞ。アトロパテネで敗れたおかげで、せっかく自由を手に入れた身だ。もう少しこのままでいたいのでな。クバード、好きにするがいい。サーム、この男にこたびの褒美を取らせよ。はい。ヒルメス王子にはお主がついているのは分かった。ではアルスラーン王子には誰がついているのだ。ダリウンとナルサスだ。ほう、あの宮廷嫌いのナルサスがアルスラーン王子についているとはな。面白いそれでお主はこのままヒルメス王子の幕営に身を置くつもりか。ヒルメス殿下にもせめて俺ぐらいついて差し上げなくては不公平だろう。いや、俺など微力極まる身だが。苦労しそうだな。だがお主の分は祈るとしよう。もっとも俺は不信心者ゆえ、神々にはかえって逆効果かもしれぬがな。じゃあな。さて、もう一人の王子様はどのような人物か確かめてみるかな。パルス暦321年3月、アルスラーンは王太子の名において2つの歴史上重大な布告を発したのである。ルシタニア追討令。故国を侵略したルシタニア人を追い払うため、全てのパルス人を王太子にペシャワール城に結集せよという激文です。うん。そして奴隷制度廃止。これは殿下が国王に即位した後、奴隷を全て解放することを明示しております。この布告が後にこの若き王子を解放王アルスラーンと言わしめることとなるのである。
ルス万歳。王太子殿下に栄光あれ。パルス万歳。王太子殿下に栄光あれ。すごいね。確かにすごいな。あの方はパルスを望ましの王殿に変えてくださるかもしれない。それには時間の神を味方につける必要があろうが。パルス万歳。王太子殿下に栄光あれ。オクサスの領主ムンジルの息子でザラーバントと申すも、老病の父より命じられアルスラーン殿下にお仕えするべく参上いたしました。マルズバーン、シャプールの弟にてイスファーンと申します。兄の仇であるルスタニア人ども一人も生かしておきません。我が名はトゥース、南方のザラで守備隊の長を務めておりましたが、この度同志と共に駆けつけました。皆が集まってくれて嬉しく思う。どうかこれから力を貸してくれ。はっ。兵力の膨張は急激だった。だがただ兵が集まればそれでよしというわけにはいかない。数日後には軍内に亀裂が入り始めた。戦力が増えたのはありがたいですが、問題も増えましたな。うむ、以前からの仲間たちと新しく協力してくれる者たちとの間に不和が生じている。先日も危うくジャスワントとザラーバントが剣を交えるところだったとか。この不和は本来は地位を持たぬ者が殿下の周りで重用されていることに対する不満ゆえのもの。解消のためには古き進化も新しい進化も平等に扱うと示す必要があります。差し当たり私を現在の地位から下ろしてはいかがでしょう。私は今サトライプ、最小に等しい役職ですが、この地位は本来年長者で威厳と人望を備えた者がつくべきなのです。では誰が。レイの城主ルーシャン卿ならばその条件にかなうかと。わかった、ナルサスの言う通りにしよう。殿下、そろそろこの城を立つ日も近づいておりますが、その前にお話がございます。今後我々にとって最大の障害はルシタニアの客商となっているヒルメス王子でしょう。ヒルメス王子は自らこそがパルスの王たるべきだと主張しておられる。王家の血を引いていようと民を苦しめていいというわけではあるまい。ダリューンの言う通り、ヒルメス王子はパルスの王位を奪うため自らの国と民を傷つけた。かのお人には民よりも王位の方が大事というわけでしょう。そのようなお人に王になってもらうわけにはいかんな。異論ない。俺も。殿下、以前宮廷で噂を聞いたことがある。父上が兄である先代国王を殺した。ただの流言で真実ではないと思っていた。だが父上が本当にそのような罪を犯したのなら、いとこ殿の復讐心も仕方ないのかもしれない。その真相は分かりません。しかしもし真実だとして、それでもヒルメス王子を退け殿下ご自身が王位につく覚悟はございますか。パルスの民を救うためには戦わねばならぬ。
いとこ殿との間の話はパルスを救った後でつけることにしよう。自らは王家の血を引いておらず、他に正統の王子がいる。しかも王太子の地位は父親の罪によって成り立っているらしい。殿下のご気性からして、親の罪を償うつもりでヒルメス王子に王位を譲ると言い出すかもしれんぞ。確かにな、ナルサス。だからこそ殿下には覚悟を決めていただく必要があるのだ。殿下にとって王位とは、目指しているものは人に譲れるような安いものか。失礼いたします。城内に賊が侵入。何？賊だと？なぜ？現在エラム様が対応に当たっておられます。至急救援をお願いいたします。今のはまさか魔導士？ナルサス様に知らせなくては。見られたか、その口封じてやる。賊だ、野獣だぞ。賊に火を放たれた。この火事を起こしたのはあの魔導士か。まさか賊が忍び込んだのも。さんぞ小僧。この匂い、毒か。触れられたらまずそうだ。まだ諦めぬぞ。エラム、無事か？キシュワード様、魔導士が現れました。火事も奴の仕業かと。俺の城で勝手なことを。火事の対処は任せよ。お主はナルサス卿のもとへ。そら、暴れてやれ。ナルサス様、両末倉庫が火事に。火を放ったと思われる魔導士は姿を消しました。ボヤを起こすことがそいつの目的とは思えぬ。まだ何か企みがありそうだな。すぐに行こう。魔導士の手引きではあろうが、城内にこれだけの賊の侵入を許すとは。魔導士を探しながら賊も片付けねばならぬ。ナルサス様、ご無事でよろしゅうございました。さあ火をつけろ。遅え、城内をかき乱してやれ。これから王都へ出征しようという時に物資を燃やされては困る。防がねば。火事や賊の侵入で騒ぎを起こし、そちらに我々の注意をそらそうとしたのか。魔導士を見つけたエラムのお手柄だった。奴の本当の目的は何だ。そういえば数日前に城内で妙な影を見たと報告があった。目撃されたのはバフマンガの部屋地だ。それがこの魔導士だとすると、目的はまさかというものだ。バフリーズ王がバフマン王に送った密書だ。こうして暴動を仕掛けているのはまだ見つけてはおらぬ。所詮は賊か。火事一つを起こせんとは、私がやるしかない。勝利へ。
の戦で必ず活躍してみせます。そこまでだ魔導士、お主の目的は察する。誰の命令で動いている？何も言うことはない。息の根を止めてくれるわ。せんやつらめ、この戦で必ず活躍してみせます。は無理か。逃がしたか。厄介な術だ。他の者が捕らえてくれればよいが。煙と盗賊は高いところが好きというが、あれはどうやら本当らしい。こんなところで待ち伏せておるとは。行け、邪魔をするな。俺たちの助けが必要ですかい？ございません。やつの目的は分からずじまいか。すっきりしない勝利だ。軍内の不安、魔導士の襲撃といった問題はありながらも、アルスラーンたちは出兵準備を進め、ついに5月10日を出陣の日と定める。出陣の前日、城内は盛大な前夜祭に沸き返っていた。私は立派な騎士にならないといけない。家族のためにも、故郷の領民のためにも。だから一人でも偵察を成し遂げてみせる。パルス最高のため、前科のため、この身の限り戦うぞ。おしかし、奴隷解放だとかバカなこと言い出すよな、殿下も。おい、誰かに聞かれたらどうする。奴隷解放？そちらへ行くと城の奥に迷い込んでしまうぞ。ちっ、もっと探ろうと思ったのに見つかったか。パルスのお坊ちゃん、まだ生きていたのか。道に迷ったのなら出口まで送ろう。ずいぶん兵士が集まっていますね。戦が近いのですか？うむ、
王都を取り戻すための戦だ。あなたも出陣を？もちろん。ですがあなたはあまり強いようには見えません。戦うならもっとふさわしい者がいるでしょう。ふさわしい？なぜあなたは戦いに赴くのですか？昔ルシタニアから奴隷として連れてこられた少年と出会ったのだその少年から初めてパルス以外の国の話を聞いた。自分が生きてきた環境や制度だけが全てではないと。世界にはいろいろな人がいて、さまざまな国の在り方があると気づかされた。その後もナルサス、私の仲間なのだが、そのものからもいろいろな話を聞いてな。パルスという国の良いところも悪いところも見えてきた。だからこの戦いをきっかけにパルスを少しでも良くしたいと、そう思うのだ。あなたは国をどうこうするなど、本来はあなたではなく王の仕事でしょう。ですが国と民のためを考えての行動に出自など関係ないですね。それはとても尊いことだと思います。お主の言う通りだ。お主と話していると気づかされることがあるな。あの時の少年のことを思い出す。そうだ、私はパルスとその民のために。その頃、広間では騒ぎが起こっていた。イスファーンの兄シャプールを射抜いたと明かしたギーブに対しイスファーンが激高。二人は剣を交えたが、周囲の制止によってようやく引き離されたのだった。これはギーブ、一体何があったのだ？何？人生観の相違というやつでいい機会です。殿下には世話になりましたが、もともと俺は宮遣いなど性に合わない。お達者で殿下、ご武運を祈っていますよ。キーブ、ギーブには申し訳ないことをした。それこそがあの男の望んだことだ。彼が憎まれ役を引き受けてくれたことで、ひとまず将たちのわだかまりを解くことができた。まったく不器用なやつだ。やはりそういうことだったのだな。殿下、お気づきでしたか。ギーブが何の考えもなくあのようなことを申すはずがないからな。私はギーブの思いに応えてみせる。必ず王都を奪還し、このパルスに平和を取り戻してみせる。はい。そして国を取り戻したら、いとこ殿に王位を譲るつもりはない。私にはパルスをより良い国にしたいという夢がある。奴隷解放令はそのためのものでもあるのだから。殿下、覚悟は決まったのですね。うん、もう迷いはない。私の夢に力を貸してくれるか？無論でございます。このダリウンが、いな、ペシャワール城のすべてのものが殿下の目標のための力となりましょう。あの少女、そういえば名前も聞いていなかったな。なぜあなたは戦いに赴くのですか？私は、そうだ、私はもう迷わない。行くぞ、ルシタニアを打ち倒し、王都エクバターナを取り戻すのだ。
俺には俺のやるべきことがある。ひとまず我々が目指すのはここサン・マヌエル城です。古い時代はパルスの堅牢な砦でしたが、放置され荒廃していたところをルシタニア軍が改築して使っているようです。まずはここを奪い、王都エクバターナへの足がかりとするわけか。あの、ナルサス様、この城はサン・マヌエル城に向かうとなると近くを通過することになるね。はて、ここに城塞などあっただろうか。チャスーム城、ルシタニア側が最近新たに建設した城塞だ。航路の要点を抑え、こちらの動向を監視するのが目的だろうね。ふん、ギスカールとかいう男も一応考えてはいるようだ。そういうことなら我らに工場の許可をいただきたい。頼もしい申し出だが、その必要はない。ナルサス殿、我々を信用できないとでも言うのか。まさか。今の目標はあくまでサン・マヌエル城。戦略上このチャスーム無理に攻める必要はないというだけのこと。お主たちの気持ちは嬉しいが、不要な戦いで兵を失いたくはない。ここは引いてくれぬか。承知いたしました。本当にチャスームを放っておいていいのか。何、結果的に城は奪えよう。ただしお主が出ねば片付かぬかもしれない。その時は頼んだぜ。パルス軍が来たな。思ったより早いぞ。あの石膏を乱せ。面倒なことになりそうだ。敵先遣隊を蹴散らし、奴の口を封じるぞ。先行しよう。ザラーバントは少し下がれ。うるさい、お主こそ下がれ。左右に3回せよ。土塁の後方へ向かうのだ。ルシタニア人どもね、狼のごとく貴様らを飼ってくれる。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。罠であったか。待ち伏せとは小尺な真似よ。このままでは持ちこたえられぬ。イスファーン様とザラーバント様、敵の待ち伏せに遭い苦戦。突出して罠にかかったか。救援に向かう。急がねば間に合わない。全身全霊をもって救援の任務を果たさねば。我らも力を貸そう。異教徒どもを打ち果たすのだ。また敵の増援か。このままではブス、面目ない。危うく俺たちが駆られるところであった。この情けない様、必死として恥じ入るばかりよ。救援心より感謝を。無事で何よりだ。一度引き体勢を立て直した方がよかろう。まずは進路を塞ぐ部隊を撃破せねば。獣のようにしなやかな動きだな。お主とならばいい狩りができそうだ。よし、この木に交代せよ。逃がさんぞ異教徒どもめ。このクレマンスが踏み潰してくれる。生きてさえいれば雪辱の機会もあろう。敵の本体はトゥースラを追っていったか。ナルサスの読み通りだな。
我らの役目は城の前の敵を蹴散らし騒ぎを起こすことでしたな。城が危ないと聞けば敵本体は慌てて戻るだろう。そこを待ち伏せて撃てば茶数も奪える。だが時間をかけてはトゥースたちが危ない。急ぐ必要がある。パルス軍だ。どうやってここに。マルハイ、お主は何かと有能だ。このようなところで倒れるな。マルダーンフ・マルダーンのご命令とあらばですが、危ない時は多少加勢してくださると嬉しいですな。クレマンス将軍は極罪だ。俺たちで迎え撃つしかないぞ。このままじゃいかん。本体に伝令を送れ。救援要請を。はっ、急ぎクレマンス将軍のもとへ向かいます。なんと勇ましき戦ぶり。感服しました。お前などに負けはせぬぞ。のが運の尽きだ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。手さえ見れば接触の機会もあろう。戦場に絵を描く。さすがはナルサスといったところだ。さて、我らも敵本体の迎撃準備をしませんと。急ぎましょう、ダリウン卿。迎撃地点まであと少しです。急ぎましょう。なんと勇ましき戦ぶり。感服しました。急ぐぞ。敵本体が戻る前に迎撃地点に向かうのだ。間に合ったようだな。それではここに身を隠し、城へ戻ってくる敵本体を吸収してやりましょう。なんだこれは。アリウン卿、これをご覧ください。役立ちそうなものを見つけました。伏兵だと。バカな、敵はチャスウン城を攻めていたはず。成功だ。あとはあのチャスウン城主を撃つのみ。働きをご覧いただいている。そう思うと一層力が入りますな。俺こそがマルダーンフ・マルダーンよ。逃がしはせぬ。これでしまいだ。逃がしはせぬ。
上司は倒れた。これでチャスームは我々のものだ。報告します。アルスラーンの軍勢によりチャスーム城が陥落したとのことです。ほう。アルスラーンはそのまま西へ進軍を続けています。おそらく目標はサン・マヌエル城。武力を蓄え、ついに王都奪還に動いたか。三奪者の小せがれごときが生意気な。国土を回復し、パルスの救世主となるべきは奴ではない。正当の王たるこの俺だ。ギスカールに伝令を出せ。と申しますと、サン・マヌエルを守るバルカシオンは武勇や傭兵に優れた男ではない。すぐに城を奪われてしまうだろう。俺がサン・マヌエルへ行く。かの地で小せがれの息の根を止めてくれよ。サン・マヌエル城はもともと堅牢な砦でした。今はルシタニア人の手によりさらに難攻不落の城塞となっておりましょう。なるべくなら多くの血を流さずに進みたいところですが、ルシタニア軍としてはその反対を望んでいるでしょうか。それでも私は進まねばならぬ。ルシタニアを討ち、パルスの平和を取り戻し、そしてパルスをより良い国にするために。殿下、アトロパテネの敗戦からわずかの間に本当に成長なさいましたな。良い目をなさっています。殿下ならば必ずパルスを望ましの王都に変えてくださいましょう。殿下の作る良い国を見るために精一杯力を尽くしたいと思います。いつか救われたこの命、殿下のために使わせてください。このジャスワンと殿下に恩義を果たすため最後まで戦い抜いてみせます。パルス騎士としてルシタニアの横暴は見過ごせませぬ。先の戦では不甲斐ない姿をお見せしましたが、必ず面目を施しましょう。兄、そして多くの者の敵を取るため全力を尽くして戦います。この命にかけて勝利をつかむことをお約束します。我が妻、殿下とパルスの未来のために捧げましょう。みんなありがとう。私は負けない。支えてくれるみんなに応えるためにも、サン・マヌエル城を落としパルスの未来を切り開く。いざジャシャシーン。この一戦、我々はおとりとして動きます。まずは正門前まで進軍いたしましょう。正門付近で劣勢を演じ、城内の敵をおびき出せばよいのだな。はい。大切に、パルス軍は我々だけで本気で苦戦していると思わせることです。敵が騙されて城門を開けてくれれば、キシュワード卿率いる別動隊が突入しましょう。殿下、どうか私のそばを離れませんか。ああ、ジャスワント、よろしく頼む。マヌエル城の守りは堅固な様子。いたずらに劣勢を演じれば本気の敗走になりかねません。引く前に城外にいる敵の指揮官を撃ち、統制を乱しておく必要があるでしょう。今だ、パルス軍に矢の雨を降らせろ。お前はここで終わりだ。
くなられました。このバリューン、どこまでもついてまいりますぞ。通り頼む。崖からの攻撃が激しい。こうも戦車が続いては正門の突破なんて無理だ。殿下、ここが引き時です。分かった。みんな引け。引いて体勢を立て直すぞ。聞いたか、全軍撤退せよ。守りながら引くのだ。パルス人め、攻めきれぬと見て撤退を始めたな。今こそ打って出る。俺に続け。殿下が敵を引きつけておられるはずだ。この隙に速やかに城内に入り正門を制圧する。パルス軍がいるぞ。まずい、早く将軍に伝えろ。我々の存在に気づかれては策は失敗だ。敵を迎えに知らされる前に撃破しなくては。互いに力を尽くし勝利に導こうぞ。伝令は打った。このまま城門を攻める。やしゃすい。閉じられる前に突入するぞ。一番乗りするぞ。ルシタニア人をこの地から叩き出してくれる。さあ蹴散らしてくれる。先生堂々参る。部族指導よ。ここにパルス軍が。今さら気づいても遅いわ。お前はここで終わりだ。
引くしかないか。お前の働きしかと見たぞ。歩まぬ鍛錬が身を結んだのであろうな。正門がパルス軍に占拠されただと。正体はお花だったか。急いで戻るぞ。今引き返せば挟み撃ちにされることも気づかんか。敵を殲滅せよ。城内に入れるな。ここで終わりだ。シュワード卿、見事なお手並みですな。何の、全て鳴らさす卿の策のおかげではないか。